正午初会議、小御所会議は、江戸時代末期、幕末の慶応3年12月9日、1868年1月3日に、京都、正御所にて行われた、国政会議。同日に発せられた、王政復古の大号令において新たに設置された三、職、総裁、議場、参与が行った、最初の会議である。大政奉還した、徳川義信の官職。 内外人辞職及び徳川家領の作法が決定され、倒幕派の計画通りに決議されたので王政復古の大号令と合わせて王政復古クーデターと呼ばれることもある。その一方で、この時期までにしばしば浮上しては頓挫した夕飯連合による抗議生態路線の一つの到達点という面も持ち合わせていた。このページでは正午初会議前後の状況も合わせて記述する。 薩摩藩の大久保利道、小松清廉、西郷隆盛らは、5月の4公会議の失敗から、従来の抗議体制路線を改め、武力倒幕路線に転換する。大久保利道らは近親中の公家、岩倉智美と連携し、倒幕の密直を得るべく、朝廷に工作を始めていた。軍事的緊張が高まる中、土佐藩では、坂本龍馬に助言、戦中八作された。 後藤昌二郎が武力撃突を回避する大政奉還論を前半主、山内陽道に提案。自らの政治的影響力を保持したいと考えた。将軍、徳川義信は在京の諸藩主を10月13日に二条城に召集し大政奉還を諮問、14日に明治天皇にのぼし15日に直去。同じ13日、薩摩藩へ、翌日には長州藩へ。 倒幕の密着が下される寸前に、倒幕派の帰遷を制した格好となった。吉信としては、まだ年若い明治天皇、当時数え16歳をいただく朝廷に、政権担当能力はなく、やがて組織されるであろう諸公会議で自らが議長、もしくは有力議員となるなどの手段で、政治的影響力を行使できるだろうという目論みの上での政権返上であった。 果たして倒幕派の勢力は、まだ弱く、10月21日朝廷は、倒幕中止を指示、翌日には、大名会議開催までの所政を吉信に委任す、決定を下し、さらに23日には、外交権がまだ幕府にあることを認める通知を出す。こうした状況下、10月24日、徳川吉信は、将軍職、辞職願いを提出するが、 これは一時朝廷から却下された後、受理されている。倒幕派は勅命を出して諸藩に状況を命じるが、政局の激変を様子見している藩が多く、応じる藩は少なかった。11月13日、島津重久、薩摩藩主率いる薩摩軍3000人が上京するが、他藩の動きは鈍かった。なお同じく倒幕派の長州藩は、勤門の変以来長敵となっており、 入居を許可されていなかった。蒸気のような閉塞状況を打破するため、大久保利道や岩倉智美は密かに、クーデター計画を練る。12月8日夕方から進行にかけて行われた、長儀で、毛利高地下、長州藩主、広厚、同性子の官位復活入居許可、三条見未未ら8月18日の、政変で追放された5人の苦行の斜面。 および岩倉ともみら禁親中の苦行の処分解除が決定された。翌9日未明、苦行たちが退廷した後、待機していた薩摩藩、芸州藩、尾張藩など御藩の軍が御所九門を固め、摂政二条成行をはじめ用人の御所への立ち入りを禁止した後、明治天皇林業の下、御所内学問所において、王政復古の大号令が発せられた。 新政権の樹立と天皇新政を歌い、摂政、関白、将軍職の廃止、新たに総裁、規定、参与の三職を置くなどの方針が発表された。これにより、二条摂政や中川宮浅彦新能ら、新幕府的な区業は発言権を失うことになった。この大号令を受けて、早速新設の三職を省御所に召集し十二月九日十八時頃から、 正午所会議が行われた。これらの三席者は、王政復古に伴い三職、総裁、議定、参余に任ぜられたものである。ただし、各藩の藩士は、ほとんどが、後日、12月10日から12日の次任であり、正午所会議に出席していない、尾張の荒川人作、越前のモズ鹿之ノスケ、州の久保田平次、土佐の福岡皇帝も参余に追任されている。 大久保や西郷としては、王政復古の大号令の際に、吉信の次官、内大臣の辞職、のうち、徳川家領の奉納の勅命を出させ、徳川家を無力化することを起としていたが、議定、山内陽道、松平春学らが抵抗したので審議は、正午初会議にずれ込んだ。明治天皇の外祖父である遺体、中山忠康から開会が宣言された後、久家川が、 徳川義信は政権を返上したというが、果たして中誠の心から出たものかどうかは怪しい。中誠を実績をもって示す、時間の内を指すよう建設すべきであるとの議題を出す。しかし山内陽道はそれを遮り、この会議に今までの功績がある徳川義信を出席させず、意見を述べる機会を与えないのは陰縁である。数人の苦言が幼い天皇を要して、 権力を盗もうとしているだけだと論人を張った。それに対し、岩倉が、帝は不正室の英主であり、今日のことはすべて天皇のご決断である。無礼者。それを幼い天皇とは暴言であると論白したため、陽道が失言を謝罪した。ただし、この陽道と岩倉のやりとりは後に作られた、相話であるという説もある。松平春学が陽道に助け舟を出し、 よしのの出席を重ねて求めたが、岩倉や大久保利市道は、徳川家の罪状を並べて、これを断然拒否する。大久保はよしが、時間のうちに応ずることが前提であり、それがない時は面間作地を行いその罪を天下に、晒すべきと主張したが、後藤昌二郎は公明盛大な措置が肝心で、この会議は陰険であると陽道の論を指示。大久保、後藤の間で激論が交わされる。 しかし、徳川吉勝、松平春学が陽道を支援。岩倉、大久保案は、島津重久が賛同したのみで、会議の趨勢は、吉部許容論に傾きつつあった。中山忠康が場を収めようと、大木町三条佐根なるらと協議しようとしたところ、岩倉が、天皇の御前会議で死後するとは、何事かと叱り、一時休憩となった。休憩中、岩倉は、 朝の持ちことに対し、この会議での妥協はあり得ず、いざという時は、非常手段を取らざるを得ないとの覚悟のほどを語り、持ちことの賛同を得る。その知らせを、辻正友が後藤に伝え、妥協を促した。後藤もここに至っては無駄な抵抗となることを悟り、山内妥道を説得。結局、春学、妥道ともに決議に従うこととなった。 こうして夜半まで続いた正午所会議は決着し、松平春学、徳川義勝が義信へ時間のうちの決定を伝え、義信が自発的にこれを申し入れるという形式を取ることが決定された。新政権の三職を集めて行われた初めての会議であったが、上記のごとく岩倉、大久保、後藤を除けば正午所会議での実際の発言はすべて規定からなされており、 実質的には、諸公会議の色彩が強かった。正午諸会議で、徳川義信の時間農地が一応決定されたため、一般的には、王政復刻ウデターは、薩摩、長州など東幕派の勝利と受け取られることが多い。しかし義信は、もちろんのことへ自然、とさ、終わりなどの新幕派の必要な抵抗により、時間農ち案は、次第に、骨抜きとされ、 それほど倒幕派の思惑通り自体が進んだわけではない。結局倒幕派が完全に主導権を握るのは、翌年初めの蕎麦、伏見の戦いまで待たねばならなかった。以下、日付はすべて旧暦天保暦によるものである。正御所会議での時間農地の決定は、翌10日、松平春学、徳川義勝によって、徳川義信に伝えられたが、 吉信は直ちに実行すれば部下が激行するとの理由で猶予を求めた。同日赦面された長州藩兵が入居したこともあり、大久保は強気に出るが、京都には、合津藩、桑名藩などの徳川方諸藩の兵も駐在しており、戦闘回避を求める声も強かった。ここから春学、吉勝、陽道ら藩倒幕派が巻き返しを図る。山内妖道は12日、 時間の内問題を松平春学の終戦に委任することを求める憲白書を新政権に提出。14日には、んな自宮、議定が岩倉や大久保ら身分が低いものを抑えるべく身分を正すことを求める未承を提出した。これらの情勢から岩倉までもが弱気となり、同日松平春学が時間の内の具体的内容を岩倉に迫った際も、 岩倉は吉信が前内大臣と名乗れば良いとし、領地については格闘を避けるなど弱腰になってしまう。岩倉は吉信が時間のうちに応じさえすれば、吉信を議定に任じるという協調策を大久保、西郷らに提示した。一方、13日に大阪城に戻っていた吉信は、16日には、英、仏、蘭、舞、伊、広氏六国の講師に引見し、 王政復古後も外交権が自らにあることをアピールするなど強気の姿勢を崩していなかった。大目付、長井久氏も、薩長二族を打つべしと主張。吉信は、大目付と、川安愛に、薩長の火を鳴らす、状況文を持たせて上京させるとともに、在京の不大大名諸藩軍へ上坂を命じた。一方、新政府側でも19日奥と、 寺島宗則が新政権の諸外国への承認獲得と外交の継続宣言をすべく、アーネスト・佐藤、英国公使館付通訳やモンブラン伯爵、フランス貴族と協議し、新政権から諸外国への通達証書を作成する。しかし松平春学、山内陽道らは、その文面に列判会議を起こして、国事を偽するとあることを逆手にとり、正午諸会議は、 所詮数販の代表のみであり列販会議とは言えないとして改めて議論を行うべきと主張し諸公会議派がますます勢いを得た。こうして22日には土佐判定に松平春学と長井久氏が集って原案を作成し23日24日に再び三色会議が招集される岩倉は欠席。ここにおいて徳川家の農地は 政府の御用とのため共するという表現となり、吉信に対する処分的な色彩は全く失われた。さらに実際の農地校も、天下公論の上すなわち諸公会議における論を経て、決定するとされた。この結果は、春学、吉勝によって吉信にもたらされ、吉信も承諾。ここに正午初会議の結果は、無意味化し、時間のうち問題は、骨抜きとなり、 かえって、吉信を含む、諸公会議派が勢いを得る結果となったのである。江戸警備の任にあった省内藩がこれに起こり、12月25日、勘定奉行、小栗忠政ら幕閣の了承のもと、薩摩藩及び、佐渡原藩、薩摩市藩邸を焼き討ちするという事件が発生した。大目付滝川愚挙、勘定奉行並、小野智五郎らによって、 江戸の薩摩判定や木内の方が12月28日、大阪城にもたらされると、木内の強硬派が激高。薩摩宇津部氏との主戦論が沸騰し、翌慶応4年、1868年正月3日、盗撮票を携えて朝廷に訴えようとした旧幕府勢が、戸場で、薩摩、長州藩兵と衝突し、戦闘となった、蕎麦、伏見の戦いを参照。戦いは、 徳川方の敗北となり、吉信は大阪城を脱出して、江戸へ退却。ここに吉信は、正式に朝敵となり、追悼令が出されるに至った。吉信よりの諸公会議派もまたこの戦いの結果、倒幕派への転換を余儀なくされたのである。蕎麦、伏見の戦いに勝利した、新政府は、徳川決意党と共に、新たな行政制度を整える必要から三色の、 下に七カを設置、後に三色八極制となる、詳細は、近代日本の完成明治時代初期を参照。この間、名目的に養殖に認じられた、訓家、諸侯らが、実務に疎かったことから、倒幕派各藩などから招集された長子が実務を握り、維新官僚として成長し、次第に、行政の主導権を握るようになる。1月に、百合木美ま 越前藩主が起草した新政府の方針案、議事の大位。一庶民主を、推挙、人心を押してアグマザラシムルを欲す、市民等しくみなそれぞれの志を実現できる、社会を目指す。一市民心を一にし、盛んにへ、利を行うを要す、市民等しく協力して、産業を起こし国家を治め整えていく。一知識を世界に求め、 広しく後期を振り起こすべし、欧米の進んだ文明を学んで、国家を発展させる。一公式権をもって、権裁に譲るべし、行為にある者は起源を限り、知恵才覚のある者に後を譲り、権力を独占してはならない。一一万期考論に決し、私に論ずる中で、政治に関することは、公の会議で話し合って決め、一部の者だけで決めては、ならない。 この、ゆりの草案を、土佐藩の福岡皇帝が改編し、改明と題した。列行会議を起こしの軸を挿入し、私に論ずる流れを削除した。庶民史を、水家を、幹部一都庶民に至るまで書くその志を棘に変え、市民を上下に差し替え、身分制を前提としたものにした。土佐藩は、大政奉還後の抗議政体として大名による諸行解明を主張していた。 私分からすれば民衆は支配の対象でしかなかった。百合の死である、横井昌南の布告作である、民衆中心の民不論を理解でき者は、ほとんどいなかった。解明。一列行会議を起こし、満期抗論に決すべし、一官ルイッ庶民に至るまで書くその志を遂げ、人心を押してアグマザラシムルを発す。一上下心を一にし、盛んに経輪を行うべし、 一知識を世界に求め、大いに好期を振り起こすべし。一常識形をもって、献祭に譲るべし。この、福岡の草案をさらに、長州藩の木戸孝義が、列行会議を起こしを削除し、常識形をもって、献祭に譲るべしを、旧来の老朽を破り、天地の行動に基づくべしと改変し、権力の長期的独占も可能にした。 最終的に岩倉と美が手を加えてできたものが、明治元年3月14日、1868年4月6日、神道に則っ,って天皇が初心を率いて、天地神明に誓うという形式で五箇条の御文として発せられた。五箇条の五正門、一広く会議を起こし、満期抗論に決すべし、一条下心を一にして、盛んに経輪を行うべし、 一官部イット庶民に至るまで、各その志を遂げ、人心を押してあぐまざらしめんことを要す。一旧来の老中を破り、天地の行動に基づくべし。一知識を世界に求め、広く、後期を振り起こすべし。その後も抗議書、衆議院などの諸公会議路線は残るが、交代していき、維新官僚による、有志先生による、明治維新への道が開かれるのである。以下、 引用文の求字は真字に改めてある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。